にちは、コウスケです。宮古島の森の船長のところに行ってですね、まあ新しい釣り方というか釣り方、面白い釣り方があるということで、今はこれがいいということで、ノンストップジャックというのを教えていただきました。今日のところではこのスネコン180ですね、S、これを、まあ、サーフェイスのルアーですけど、これを、高速早引き、もうほとんど、泳ぐ以外は、水面を 走ってくるような引っ張り方で、釣れるというふうに教えていただいたものですから、私は新しいもの好きですので、すぐに飛びついてですね、2日か3日間かな、やらさせていただいて、ヒットも、キャッチもできましたし、それから、ヒットも、ね、3回ぐらいやりまして、結構、あ、キャッチは磯マグロワイド2つかな、結構面白い釣りだなと思いました。まあそれで気をよくしてですね、実は1月の1週間ぐらい前かな、宮古島にまた出かけてきまして、3日間になったんですけど、2日間、キャスティングをもう体がボロボロになるぐらい投げて、まあその映像もこの後出しますけど、まあ、それでちょっと体力的に難しいなっていうのが、私の感想でした。で、2日目ぐらいからですね、船長がですね、もっといいもんあるよっていう話があって、3日目にちょっとお願いしてですね、実はこのベイトキャスティングを、やってみないかという話があって、まあ前日に一人お客さんが、やられたもんですから、あ、2人だったかな、でベイトキャスティングは何でいいんですかっていう話をしたら、一つはですね、タックルが非常に軽いですね。で、それからキャスティングはですね、本当に、スピニングよりうんと楽です。まあフルスイングとかはすればもっと違うんですけど、まあ本当に軽く投げてもですね、まあベイトですので、スピニングみたいに糸が出てく抵抗がない、ストレートに出てくもんですから、イメージはですね、投げて、落ちるまでに、最後にぐるっと、まあ、10% ぐらい伸びるという感じします。まあそのキャストの、映像も次に出させていただきますけど、だいたい 80m 以上飛んでおりました。まあ ただ問題、今まで問題はですね、リールがですね、これ6号 200m 巻けるリールなんですけど、これ、エランのスーパーワイドっていうリールなんですけど、こういうリールが今までなかったというか、まあでかいリールで、重いリールであったんですけど、まあこういうリールでは、最近アブも出てましたけど、出てきたと。で、まあブレーキもですね、非常に優秀で、バックラッシュはほとんどしなかったですね。最初のうちちょっとしたり、それからなんか引っかかって、パンと止まるとバックラッシュするんですけど、まあ6号ですし、まあ直らんことはないと思います。では私の興味があったんですから、どのぐらい重さが違うのかっていうのを、まあ、今日一回実際に測ってみたいと思います。
キャスティングでいつも使っているのが、ツインパワーの何番とかの、1400ですね、の XG と、それから、サワー、カーペンターの、ブルーラングーンの8の30本ですね。ここで載せてみました。見えますか？これでだいたい 1.1 キロリールとラインと、ロッドですね、 1.1 キロあります。今新しいロッドはもっと軽くなってますけど、やっぱりリールが重いですね。フィッシュマンのこの竿、コモードの 8.3 の XXXH という竿ですね、と、これ780g ぐらいですかね。今どっちから見えないんですけど、780g ぐらいですね。 1.1 キロと 780g で、何 g 使うのか分かんないですけど、まあとにかく、400g ぐらいの差があると。この400g の差は大したことないんじゃないかなと思うんですけど、まあ投げてみると本当に楽ですね。これ 8.8 フィートあるんですけど、もう全然楽に振れます。まあ、100m 超えは記録したということを言ってましたので、まあ、そのぐらい、まあ、うまく投げれるようになったら投げるんじゃないか、まあ、でも 80m ぐらいは、飛んでましたので、まあ、80m 飛べば十分かなと思っております。まあ、これから、やられる方、ベイト GT 挑戦してみてください。タックルもですね、まあ、スピニングに比べればお値段もお安いですけど、ただこれこのサオとリールがですね、なぜかすごい人気でですね、手に入らないと。このエランのスーパーワイドもですね、左巻きは非常によく見ますけど、右巻きが本当珍しいですね。まあ、こういう、道具で、まあ、ルアーをですね、直線引きしてくると、早引きしてくると、まあ、GT がダーンと出るという面白い話ですので。実は最終日に、これを1日投げとって、最後にですね、最後にでかいのが出たんです。で、これはでかいなって思うぐらいの、水しぶきが出まして、その後もリールも、船長が、竿を立てるなという話があったんですよ。脇に挟んでこう一生懸命巻いたんですけど、まあ、ドラッグを締めてやると結構巻けるんですね。で、船下まで来たもんですから、これは取ったぞと思ったんですけど、なぜかそこからリフティングしたらですね、スッと抜けたんですね。ラインブレイクでした。まあ船長役、根ずれしたラインが、まあ、最後に抜けたんだろうねという話をして、もう残念でしょうがないですから、また今度、挑戦したいと思います。またその結果はご報告させていただきますので、よろしく。